本日のワインはこちらです。どうもゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていこうと思います。ワインはこちらですね、フランスアルザスの、ルールマンという生産者のピノノワール2020年ですね。はい、ということで私たちはただいまフランスアルザスストラスブールに来ております。いや毎回こう移動するたびにいやーってなってくるけど、今回はもうなんとフランスにまた戻ってまいりました。ここね、ずっといろんな国を回ってきて、だいたいほぼほぼもうちょっとね2ヶ月になるのかな。うん、それで、ちょっとねまたフランスに戻ってきたということで、私たちの旅もそろそろ終盤ということになっております。で、今回の滞在地がアルザスですね。なのでアルザスの今日はね赤ワインを飲もうかなと思ってたのでピノですなんか感じそうになった今回はねエアビーに泊まってるんだけど、エアビーの本当にちょっと出たところの大通りがあって、その向こう側に超デカオーシャンがあってめっちゃデカいオーシャンがあったので、そこでいろいろ買ってきたんだけど、ね、もちろんワインコーナーもあったから、なんかやっぱり一番最初にパリで行ったあそこはなんつったっけ場所のそこのオーシャンと、まあ似たような感じのそのなんていうかワインのね陳列の仕方とかだったんだけど、でも数もすごいあって、もちろんアルザスのワインもあったからその中からチョイスしました。7.5 ユーロかな、1,300円ぐらいの、ピノノワールですね。アルザスピノになります。なんかやっぱり全体的にアルザスはやっぱ白の方がやっぱりメインだから、白の方がある程度種類もあって価格も安いのあったんだけど、でもその中でもまあお手頃なタイプかなになってます。でもこのルルマンという作り手調べたんだけどちょっと全然わからなくて、なんかこの名前の作り手が結構いっぱいいて、ルールマンなんちゃらな、ルールマンなんちゃらみたいなとかそういうのがいっぱいいるんだけど、なんかこ のエチケットの生産者は特定できず、なのでとりあえず飲んで楽しもうということでやっていこうかなと思っております。ゆきおとワイン。はい、色はね淡い感じのルビー色、綺麗ですね。うん、ちょっと濃いかなっていう感じもイメージかな。うん、でも紫色、ルビー色、非常にいい色ですね。それではいただきたいと思います。アルザスピノ。うん、やっぱりこのピノノワールだけど、もちろんブルゴーニュとは違うし他の国とも違う、少しね軽やかでチャーミングな感じの印象があります。うん、うん、でもそんなに強い感じの香りは出てきてないけど、うん、チャーミングでちょっと優しい感じが、でもなんか意外と黒っぽい果実も香りの中に出てくるんだけど、でも全体的には軽くてフレッシュフルーティーな印象ですね。うん、いただきます。サラッとしてる、サラッとしてます。はい、ね、特徴もねそんなに感じないというか、本当にフレッシュでフルーティーでサラッとした感じのワインかな。うん、あ、これはねスーパーシンプルワインだねいやもうねちょっとね聞いてくださいよ皆さん、今日ねドイツのシュトゥットガルトっていう町の、まあ、近くのホテルで泊まってたんだけど、そこに滞在してて、で今日はね移動してきたんだけど、実は距離的にはそのシュトゥットガルトからストラスブールってそんなに遠くなくて、でもちょっと直で来れるもの TGV かな、がインターシティかなんか
印象あるんだけど、それはちょっと高くて、ちょっとこう経由しながら来るルートの電車を買って、でちょっとねコストを抑えようかなとか思って、まあちょっと時間はね別にちょっとあの直行便よりはかかっちゃうけど、まあそんなに別にめちゃめちゃ変わるわけでもないから、まあ乗り換えぐらいいいかなと思って、あの、うん、2回乗り換えかななのでそういうのを買っちゃったんだけど、チケットをね。そしたら1回目スツットガルトからカールスルーエって街に行ったんだけど、そこまでは良かったんだけど、そのカールスルーエからまたもう一つね行く電車を待ってたら全然来なくて、ですごい結構他にも待ってる人がいっぱいいて、その列車がバーゼル行きだったから、多分そのバーゼルの方、スイスの方に行く人たちもいたから、なんで待ってたら全然来なくて、でまあ10分20分30分ぐらい経ち始めた時になんかちょっと怪しいなってなってきて、でみんなもざわつき始めて、でなんか他のそこのホーム離れちゃう人たちも出てきてて、あれおかしいなって感じになって、うちらもちょっとどうしようかなと思って行ったら、なんとその列車がキャンセルになってていつの間にかね何のアナウンスもなしに。いやね、ドイツはね結構ねあるあるっちゃあるあるなんだけど、まあ遅延はすごい多いしキャンセルもあるんだけど、まさかそれにちょっと今回当たるとはなっていう感じで、なのでそれがもうキャンセルになっちゃったから、まあそれじゃない便で来るしかないんだけど、ね、列車も1時間に1本とかそういう単位だから結構ねそれを、まあ、待って、でそしたらそのね、あの次というか他の列車に乗ったらそれはそれ超混んでたり、ね、もう移動距離と移動時間はそんなに長くないんだけど非常に疲れる。非常に疲れる移動でしたね今日はね。もうだからね、早くご飯食べてゆっくりして寝たいっていう気持ちが本音です。なのでそういう時にぴったり、もう話が長い、前振りが長い、もうね何も考えずにスッと飲めちゃう感じ、このうんうん、こういうことですよ。酸も高いね、うん、酸味もしっかりあるということで、本日のおつまみも一応用意してるので食べましょう。今回はこちらですね、このパンはね、シュツガルトのホテル近くのパン屋さんで買ったパンです。ドイツパンです。これです。フランスに来た、帰ってきたからバターです。バターを買った、このペイザンブレッドみたいな、だよく見るんだけど試したことなかったので、こちらくー、いただきます。もうガツッとつけてガツッと食べます。いただきます。うんまうんま。いやこのパンもね、なんか五穀パンみたいな感じで結構香ばしくて、で酸味もあってめっちゃ美味しいパンなんだけど、バターがすごいうまい、合うし久しぶりで、これワインと合わせたらまたね、ワインがねググッとまたこのね生きるというか、すごい素敵です。素晴らしい。これはもうちょっと豪快にいっちゃっていい？めっちゃバターつけてみて、一回めっちゃつけます。いただきます。もう幸せだああうまいね、合うね。すごい単体だとなんか素っ気なくてシンプルで、まあ地酒的な感じかなと思ったんだけど、合わせるとガゼン合うわ、ガゼン合うというか生きるわ。素敵ですね。いや感慨深い感慨深いのよ。うん、ちょっとさっきも話したように、そろそろねこの旅が終わってしまうんですよ。なのでもうフランスに帰ってきたので、もうここがねもう最後の国というか、もうここからは他の国には、ね、行ったりもせずもう帰るだけなんだけど、このバターを食べてフランスに帰ってきたってなるとね、まだこれ嬉しい気持ちもありつつ、あもう他には行けないのかみたいな、他の国は行かないんだみたいな、このねなんかね、なんていうかな、もう切ない感じっていうのかな、もうねいろんな感情が今込み上げてきた。このバターの中にいろんな感情が込み上げてきた今。いやーそうなんだよね。ねえ、まあ、めちゃめちゃ美味しいよバター、ほんとね、パンとこのバター最高最高で、ワインとね素晴らしいです本当に。
じゃあ最後一口いただきます。うん、いや、 やっぱり料理ありきかもしれないね。うん、美味しいです、非常に。これがアルザス、アルザスで飲むアルザスのピノノワールということですね。はい、ということで本日はルールマンのピノノワール2020年のご紹介でございました。またアルザスも滞在をね、まあしばらく滞在する予定なので、いろいろまたワインが紹介できたらなと思いますんで、よろしければ今後とも雪音ワインをよろしくお願いします。しんみりしちゃう、俺の中でもしんみりしちゃって、今日はフランスに入った時に、ドイツからフランスでね、国境沿いでね、あの電車で入ってきたんだけど、その時にもう、あ、フランス入っちゃったっていう時もなんかね、込み上げてくるものがあって、あ、帰ってきたっていう気持ちと、あ、帰ってきてしまったっていう、このね、もう終わるんだっていう。ということで本日もご視聴ありがとう、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価と、Twitter、Instagram のフォロー、そしてあのね、今までもいろんな国でね、雪音ワインやってきてるので、この2ヶ月弱くらいかで、もうかなりの本数上がってるので、ね、よかったらそれも一緒に見ていただいて、旅行行った気分になってもらえたらなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。今日もありがとうございました。雪音でございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。